flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. ところは2番ですね。コントロール2番。はい。調子はじゃあいいってことですね。調子はいいんですけど、ちょっとまだ硬い走りなんで。いや、スーパー GT なんて。まあ、2番か3番。もう TQ は出たみたいなんで、2番か3番あたりになってればな。100名連れてきたから。コントロールはどうだったんですか？コントロール、とりあえず6番だった。6番で A ヒート入れたんですけど。まあ、もうちょい頑張りたいな。月点1番2番車は本当にいい感じです。自分自身ですね。スタート1番2番今日使ってる車は世界線と同じ車。うん、そうですね、一応同じです。7番8番ダンパーもこれ世界線的です。そうです。ちょっとこの破片多い、うん、もうほとんどこればっかり。そうですね、逆に普通のスタンダードの足をやってないですね。それもここだけじゃなくて、ここだけじゃなくて今はこっちずっとつけてます、ね。僕やっぱ中古タイヤしかもないんで厳しい面はありますね。特に今日路面が多分昨日とね、はい、あったかいんで、やっぱ昨日新品残してる人は今日のやっぱ予選は強いと思います。まあ、ちょっとラップがまとまってない感じなので、まあ、まとめられるように、ベストもそうなんですけどもとりあえずまとめれるように。今回はインフィニティの車を選んでもらってありがとうございます、はい。このインフィニティの車を選んだ何か理由っていうのは何かあるんですか？まずこの車に変えてから、スピードキングツアー等々でちょっと成績が良かったのでそれで使い続けている、はいですね。車の動き的には結構気に入っているっていう。まあ、正直ちょっとまあ悪いところもありいいところもありっていうところが正直なところです、ね。そのいいところ悪いところって聞いてもいいですか？悪いところとしてはちょっと曲がらない。曲がらない、はい。いいところとしてはやっぱり常に安定している、うんうん。僕的にはフロントでもっと曲がってもらいたい。リアのグリップ感そのままに。そうですね。とフロントが、まあ、曲がっていってくれると、はい、なおいいですね。今回のレースに出るにあたって何かこのコースで走る上で対策したところとかっていう何かありますか？ちょっといつもよりもセットでロールセンターをいつもよりもちょっと多めに上げてるっていうぐらいで、あと他には特段は珍しいことは何もしてないです。一番下から上まで上げてって、で上の方がフィーリングが良かったんで今回。鶴岡選手は今回どれぐらいのロールセンターを上げてる感じですか？シムでコンマ6上げて、ここまで、1の上使っている感じです。ここまで行くと一番上の位置ですよね、はい、内側の一番上、はい。これはもう普段からこの位置でやってられてるんですか？普段はこの位置はほとんど使わないです、ね、もっと低い今回通常の位置で、はい、そうですね、通常のノーマルの位置で。これはフロントも同じですか？フロントはこれよりもコンマ5下がってます。リアに比べてフロントの方がちょっとだけ低い、はい、でも通常よりはかなり上がってる。そうですね、通常よりは上がってます。これは上げることによって、はい、このコースでは相性が良かった。そうですね、タイム的にもすごくこっちの方が良かったので。走った感じの違いっていうのはこのローセンター上げるとどう変わったとかって印象はありますか？そうですね、やっぱりその最初やっぱ低い状態でやってると動きが機敏ですごくいいんですけど、ちょっと不安定感、巻きが結構時々出ちゃってて、うん、でまあ
そのやっぱり負けを抑えるのにちょっと動きを抑制する意味合いでどんどん上に上げていったら良くなったお皆さんで、なんかその他にはあとはダンパーをめっちゃ寝かしてるところぐらいですね。これはちなみにどれぐらい寝かしてる感じですかね。フロントが上が4コンマ4のうちで下がコンマ4の外ですね。通常は通常だともっと起こします。どれぐらいの数字の扱いですか。基本フロントだと外外にします。あ、この同じコマで外外ですね。コンマ4動くものが、はい、このまま外に行くっていうことはコンマ8動いてるですよ、ね。はい、移動量としてはコンマ8動いてる、はい、とかなり違いますよね。そうですね。それはもうあれですかね、下側は逆に外にしてるんですか。下側は外のままですね。あの係感が変わらないようにしたかったので、下側は外で、で上だけ内側にかなり寝てる。そうですね。フロントだけです。いや、リアもですね。リアも合わせて、はい。リアはちなみにこのコマは同じ 0.4。リアは 0.8 打ちですね、上が。はい、で、下が4外で。リアも結構寝かしてる。そうですね、やっぱりロールセンター上げるに伴って、ちょっと足が動きにくいなと思ったので、ちょっとサスの方で動かしたいっていうので、ちょっとどんどん柔らかい方向に持っていく感じでした。車を選んでもらってる、はい、その理由みたいなちょっと聞きたい。なるほど。今回はそのインフィニティを選んだ理由っていうのは結構こうどういう状態でも同じようなフィーリングで走れて、で例えば路面が上がったり下がったりしてもそれにあんまり影響されない。で今回この、Y14-2、はい、このグリーンパークで走らせるにあたって何かこう自分なりにセッティングした部分とか、ここが今僕の車はこれを変えたら良くなりましたみたいな、何かそういうのがあれば。沢田くんの車を見ていろいろ教えてもらいながらやって、まず普段はサスブロックの下が純正の真ん中のコマ使って、でコンマ8のスペーサー入れると思うんですけど、そのスペーサー取って 2mm のシムを入れてロールセンター上げたっていうところで、これはもうロールセンターそのものがものすごい高い位置に今ついてる。そうですね、サスピンの位置を上げてよりこう面圧を稼いでっていう。これはこの 2mm っていう数字は他にもやってここにたどり着いた、はい、基本的には高い位置ではやってないんですけど、低い位置ではコンマ8とコンマ4をやって、で上げてったら良かったんですよね。で沢田くんの車を見て2ミリ入ったんで、じゃあちょっとやってみようと思ってやったら結構こう塩梅のいい感じになったんです。これを上げることによって、はい、実際走り的にはどういう風に変わった感じですか。握った時の車の安定感が上がって、よりもっとこう握った時の安心感が出たかなっていう。前側はどうしてるんですか。リアの前側も一緒です。同じように、はい、リアの前側も同じ2ミリを入れて、そうですね、真ん中のコマで2ミリ上げて、真ん中のコマで2ミリ上げてっていう感じで。これはリアだけで、フロントは逆にサスブロックのコマはコンマ5ミリ下げて、でサスブロック自体の下には2ミリ、はい、あ、フロントも上げてる。リアに対してフロントがコンマ5低い。じゃあフロントもまあ通常よりは上げ目、前後とも上げ目っていうのが今回、まあ、その沢田君のセットも参考にして調子良かったポイントです。はい、アッパーアームとか の角度がそうするとちょっと変わってきたりすると思うんだけど、アッパーアームもその分調整はしてるんですか。リアの外側のこのナックルのところなんですけど、ここは普段 2mm 使うのを 1.5mm にして、でフロントの C ハブの上はコンマ 5?今1かな、最初 1.5 まで上げてたんですけど、どんどん下げてって、で今1ミリですね。普段から結構安定感高い車なんですけど、よりもっとこう握った時の安定性が出るっていう面 でグリップが高いところだともっとこう蹴り出しが良くなったりっていう点もあったんで、よくより前に車が出てくる。そうですね、はい。決勝もしっかり走り切って頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。今回インフィニティで参加してもらっているレイさん、レイさんで大丈夫ですか。レイさんはどこの国の方ですか。中国。あ、中国なんですね、はい。中国のどこから来られてるんですか。上海の人。ラジコンは何年やってるんですか。回ってて4年ぐらい。
ラジコも4年ぐらい。インフィニティの車、はい、この車の良いところっていうのは何か、まあ、好きなところが赤、赤か、色はまず赤、はい、インフィニティが一番乗りやすい。うん、車のその車の性能はどうですか？車はよく走りますか？人間は人間がダメ。今回このグリーンパークで、うん、セッティングを変えたところとかもいいですか？セッティングはあのサスタームのホルダーがちょっと開けてと、あのフロントのショックタワーがもっと中に内側に入って、はい、こんな感じギャップ多いのですか、初めて。ここやっぱかなりギャップ多いですか？そう、ギャップが多いのをこう少し楽にするセッティングっていうのは今回何かやってますか？ちょっと車高を上げて、あ、車高を上げてるんですね、はい、車高はコンマ5ぐらいですか、上げるのか。コンマ4ぐらい、はい、でちょっといつもよりは少し車高を上げて、はい、でここでやっぱ練習もいっぱいしてるし、はい、難しいと思うんですけど決勝も頑張ってください。ありがとうございます。ゼッケン3番山本選手九州支部、ゼッケン4番澤田仁選手関東支部、ゼッケン7番加藤選手関東支部、それではスタートします。10 9 8 7 6 5 4。さあ、スーパースタープラス第2ラウンドスタートかかりました。おっと、回転、さあ、おっと、1番が失敗した間目を刺して2番が前出た。さあ、その間3番が2番手、ちょっと1番がよれた間に2番に刺されてきた。2番、3番、1番、残り10秒、あーっと接触してしまった。サイバーサイドタイムアップ、ゼッケンのコールがあるまで走行を続けてください。8番、9番、3番。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか？そうですね、僕は流れに乗れないまま終わったって感じですかね。やっぱ予選最後の最後で4番に落ちちゃったっていうのも結構でかいと思う。でかいと思います。やっぱその流れがね、自分には来なかったっていうところあるんじゃないかなと。そうですね、もうね、掴みきれなかったですね。なんかね、練習はすごい調子がいいっていう話を聞いたんで、そうですね、結構余裕持っていけるなと思ったんですけど、今回見つかった課題みたいな何かありますか？やっぱりまあ車のセッティングとかよりかはやっぱいつもメンタルかな、うん、メンタル作りだったりレース運び、やっぱまだだなって、うん、たまたまいい時はやっぱそのままいい流れもいいんですけど、うん、自分で掴めるようにしていく練習っていうか、まあ、努力が必要だなって。加藤選手、はい、まあ、ちゃんとしっかり A 面にさ、まあ、そうです、とりあえずは確実にしっかり残って、はい、まあ、もっともっとね、上で戦いたかったっていうのがあった、はい、お疲れ様でした。実際どうですか今回？まあ、練習通り走れなかったっていうのが一番悔しいところかな。序盤が弱いところがあるんで、その走り始めた、そうですね、レースの最初の 1,2 分がどうしてもタイヤの使い方だったりあんまうまくいかないことが多いんで、そこをもうちょい練習から、まあ、準備できればもうちょい順位も上がってくるんじゃないかなって感じですね。ぜひあのレースが盛り上げられるような、ね、成績が出るといいなと。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。